青春ど真ん中は1974年から1975年3月31日まで日本放送の制作により NRN 各局で月曜日引く金曜日の夜10時30分から放送していたラジオ番組。日本放送での放送時間は月曜日引く金曜日の夜10時30分から10時50分まで。東芝がスポンサーでフレッシュイン東芝ヤング。 ヤングヤング、マイマイカンパニーから続く投資一社提供枠。学校とは何か、命の値段というのはあるのかなど、青春についていろいろ話し合うということをテーマとした番組。番組のオープニングでは、あるテーマについて、街頭でリスナーにインタビューし、それについて、リスナーが答えた内容を日替わりで流していた。その後、青春ど真ん中というジングルが流れた。 番組のエンディングは同じエンディングソングを全国から応募した素人、またはアマチュアのミュージシャンが日替わりで歌っていた。各曲とも月曜日、金曜日放送の帯番組。日本放送では当時放送していた日立ミュージックインハイホニックの次に放送されていた番組であった。ありがとうございます。